だからめっちゃね、今日がっつりな、わかる、今日がっつりだよね。そう、公演中に食べようと思ったんだけど、うん、あ、公演、自分の公演終わってからね、うん、食べようと思ったんだけど、ちょっといいやって思って今食べてる。うまい。大丈夫？暑い？うんうん。自分の唾がそこに入った。今この五目に惹かれてこの弁当に、うん、から私も五目、うん、に惹かれてけど、これかこれで迷ったよね、うん、私がいいなって思って弁当見えてないのに。こんばんは。声ありがとうございました。今日の声はどうでした？楽しかった。普通に公演自体はめっちゃ楽しかった。なになに？もっと待って、うん、どうした？長いな。卒業して発表してからさ、初めての公演じゃないじゃん別に、うんうん、なのに初めてもう辞めるから頑張ろうっていう辞めるアドレナリンが出てくる。頑張ろうっていうアドレナリンが出て、うん、久しぶりに汗かいた。私さ、いつもさ、うんうん、あのユニットで履けてくるじゃん、うん、ヤギと、うん、ハウト私で、私なぜか最近汗一滴も垂れないの。最近テラになって汗かくタイプじゃん、うん、でも最近あんまり汗かいてない。その3曲が終わった時点では汗が垂れないの全く。びっくり、1個食べたい。食べる、うん、多分、うん、ありがとうございます。なってた。いや、うん、これ食べた後に多分これ食べた味しないと思う。え、うまい？うまい。初めてアドレナリンが来て汗かいた。しょっぱなから。暑いよね、めっちゃ最近。うん、うん、マジで暑い。うん。しかも今日さ、めっちゃジメジメしててさ。わかる、頭痛い。うん、でも最近低気圧やばくない？うん。うん、梅雨。うん、たい焼きありがとうございます。なんか最近、うん、飲み込んだ音聞こえた？え、今私の喉の音でしょ。うん、切れて。さくらありがとうございます。なんか今日、うん、実は、うん、なんだ、何、泣きました。食べるんだよ、泣き。実は、しかも何泣いて、二人して、うん、泣き始めたからびっくりしちゃってね。実は、うん、私も、うん、今日、うん、泣きました。私は泣いてないです。見守ってました。見守ってましたね。しかも友達と LINE しながら。はーい。はーい。桜とたやきありがとうございます。そう。青が、うん、うん、ゆうのことを
こうやってめっちゃ慰めてくれてて、その横でひなさんも感動したんだよね。そうそうそう、わかるよ。私も感動はしたけど、うん、涙まではなんなかった。そうですね、やめる身だからもいいのいいのとか言って、やばいやばいやばい、やばいやばい、放送事故放送事故本当にか卒業するからね、うん、涙は出てこなかった。いやね、え、ティザー見ました？そういえば皆さん、そうやん、ティザーね、うん、皆さん見ました？さっきね、うん、見つけられましたか？ない見つけて、いやいやいや、見えたかな、ちょっとコメント待つか。見つけて、一緒に歩いたよね、一緒に歩いたよね。私たち、あ、これっていいの？あ、それまでよね。いいよ、あの、どれ？そうだね。うん。ポトン。え？ポトン。ねえ、それ。何それ、何それ。何それ、落としたやつ。ねえ、絶対分かる人いるよ、これは。何？うん、何落としたの、ヤヒ。違う。うん。近くだったよね、絶対ダメだよ。絶対ダメでしょ。頭にすら行っちゃいけないの。でもさ、あのティザーの一番最後のさ、うん、全体的な並び順つってたよ、うん、あ、確かにそこで見えたなら、うん、あなたの目は天才です。うん、ありがとう。探していただこう、その最後のシーン、最後のさ、なんか夕日みたいなシーンあったじゃん、うん、ティザーで、あそこに私たち3人がどこにいるか当ててください。でも逆にさ、見つけやすいんじゃない？こうだから、ここじゃん。うん、確かに、あ、確かにそうかも。ありがとうございます。なんかね、なんだろう思い出し悪いな。なんか画面暗くない？私も。うん、桜ありがとうございます。うん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 、うまこれ。うん、でも食べ方汚くなっちゃう。どうやって食べるの？なんかああいう使えた。ん？公園では使えなかったけど。うん、泣いて使えた。できたのか。うん、しかも声出して泣いちゃった。うん、みんなーとか言って。みんなー。その中でも、その優が泣いてる優がね、なんかその、みんなさ、いろいろさ、頑張ってるじゃん。うん、うん、そのだから一生懸命生きてて偉いなと思って。しかもさ、10代の女の子だよ。うん、それがさ、一生懸命生きててさ、でちゃんとさ、仕事にも集合場所にも時間通りに来てさ、うん、でちゃんと仕事もこなしてさ、うん、で、笑顔でさ、頑張っててさ、裏ではさ、みんな苦しんでさ、泣いてたりするのにさ、それが本当に偉いなと思って、なんか涙が止まりませんでした。偉いよ、本当に。うん、本当に偉い。集合場所に行けて、行ってる自分が感動する。ね、分かる。本当に。あ、今日も来れた。分かる。まず生きてる時点ですごく偉いと思う。なんか、ちゃんとやってるのがすごく偉いと思う。うん、本当に。分かるよ。うんうん、なんか、ね。うん。ね、ガチのため息それ見て。違う違う、これは関係ないけどさ、いろいろ考えて、うん、分かる。大変だよ。まあ、全てはティザーを見ていただければと思います。そこなの？まあ、そこだけじゃない。そこではないか。まあ、一番近いのはそこだよね、うん、今は。うんうん、大学ありがとうございます。めっちゃ大学来るからさ、もう泳ぐ大学来るの歌いたくなっちゃう、うん、歌わないで。いいよ。まあ、いい日、まあ、いい日、僕らはヘッパーの
どんないかい。みんなメンタルブレイクだからね。今みんな今やばいよ。みんな一気に最後メンタルブレイク。うんうん、今覚えた。今覚えた言葉。メンタルブレイク。かっけえのなんか。発音よく言わない。メンタルブレイキング。だってなるなるだから、ね。うまい。わあ。うまい。いつ勉強したの？メンタルブレイキング。うまい。悲しいね。悲しい。なんか悲しい。何のために頑張ってるのか分からなくなってしまう。慰められるとさ泣いちゃうタイプだから。そういうタイプね。大丈夫だよって言われると、ってなっちゃうタイプだから。しかも今日青がめっちゃなんかさ優しくなんかされてくれたよね。急にね。まあいいね。そうですよ、この世の中。うん、みんな偉いよ。みんなが偉い。うん、泣けてくる。うん、泣けてくるよね。と言って二人が泣いたんですよ。よね、これ終わってから。うん、それな。びっくりですよ、本当に。朝から今日私たちむくんでたんですけど。むくみ方おかしかった。なんか四角かった顔が。むくみの時は朝めっちゃ四角かった顔。治ったね。治った。今目がね埋まってたもん。そんな。でも泣いて再発。うん、わかる。お見送り前だったからさ、うん、頑張って直した。わかる。意識高いな自分今日。いやー、それな。お前らさ来てたし、何日か前。確かに何日か前、私も来てたし。カニ食べたいな。ねえ、美味しいもん食べたい。なんかさ、焼肉でもいい。なんか遠く行かない、なんかねえねえ、うん、アイス食べたいね、今日かしら。ねえ、遠く行こうよ、みんなで。なんか一回さ逃げたい。怖い怖い。怖い。一回ボイコット。怖い。一回逃げてみる。一回逃げてみようか。そこで何が起こるか。何も言わずに。うん。大変ありがとうございます。和菓子今。和菓子。ほうほうほう。今なんかさ、このさっきさ泣いてる時にさ、うん、なんか爪いじってた。これ私の水。え？え、思った、なんか待って、ごめん、ね、飲んじゃった。いいじゃん、でもそんなやってない。これ多分誰も飲んでない。いや、飲んだよ、ほら。これさ、あれしょ、声のやつでしょ。うん、私も。ごめん。ティッシュ取って。ちょっと、リップがね。リップが。そういうことね。そう。え、でも、このリップ嫌のじゃない？違う？え、どういうこと？こっちじゃない？色的に。だから、ユウが今飲んだからでしょ。もともとついてたよ。え、マジ？うん。でもさ、私じゃね、絶対場所的にこっちに置いてどっちでもいいやって。あ、じゃあこれかも、私。あ、うどんしてきたからか。うん、まあ、どっちでもいいんだけど。なんか一緒の声はないもの。だから、人差し指と中指の爪取れました。なんかちょっとおもろいね。取れました。でも画面越しだとおしゃれに見える。うん、おしゃれだ。見えないだろ。それこそ、それすらも。ブラーと、たゆきありがとうございます。なんか、考え事しちゃってぼーっとしちゃうね。わかる、そう、そう、そうなの、わかる、うん、ね、わかる、なんかさ、うん、寝る前とかさ、うん、なんか、固まる。わかる、わかる。最近さ、移動中さ、毎日寝るの、うん、移動時間ね、うん、でも最近、考え事してるから眠れなくて、ずっと聞いて、うん、この間、うん、夜中に一人で田んぼ行って2時間歩いた。もうやってるよ。電話来て、電話来て、うん、で、どこいんのって言ったら、うん、今、田んぼのど真ん中歩いてて。もう、やばい、どうしようって。真っ暗の田んぼを2時間ぐらい一人で歩いて、
でもさ怖いはずじゃん。そう、で最初全然さ田んぼなんだけどさみたいな、普通に最初怖くなかった、うん、そう。でもなんか最後の方にあったらうもう、ね、隠す人じゃない。最後の方になったらもう、うん、なんか怖くなってきたかも。でも分かる、その気持ち。最初はそのいろいろ考えることがあって、うん、その暗闇でも全然怖いって思わなかったし、うん、なんか田んぼのど真ん中でもうこう歩いてたんだけど、うん、こうさ我にパッて帰った時に、うん、怖って思って、うん、もう誰もいないし真っ暗じゃん、うん、田んぼのど真ん中で帰るしか泣いてないんだよ、うん、めっちゃ怖かった、うん、その気持ち分かるよ。ゆうもさ、めっちゃ、うん、今じゃないよ、うん、ちょっと前に、うん、めっちゃ病んでる時に、うん、あの夜中に、もう日付超えるぐらいの時間になんか橋の上めっちゃ歩いてた。橋の上怖。でも橋渡り終わった後に、うん、え、なんて怖い、お化け出るかも、ね、と思って、夜は怖いよ、うん、マジで、今思ったらよくあんな、うん、遅い時間に一人で、うん、田んぼなんて行けたなって、うんうん、でも分かる、歩くとさ、治るよね、うん、私もさ、うん、仕事あってさ、うん、まあって思うとさ、うん、めっちゃ遠回りして、うん、めっちゃ1時間ぐらいかけて歩いて家帰る、いろんな道通って。でもそうすると治んない、もう半泣き状態で歩く、うん、分かる、ちょっとそう、そう、でもなんか周りからの目は気になるから、うん、一応だからもう涙ぐみながら歩く、ね、田んぼだから誰もいないじゃん、だからテラに電話する前に出てくれなかったの、うん、だから電話にも出てくれなくなって、うん、さ寂しくって待って、ね、大声で泣いた、うん、これ本当盛りなし、盛りなしで、それに大声じゃないってことないけど半泣きはわかる、なんか音楽とか聞いてるから半泣きわかる、そう、なんかさ、ね、考えちゃって何のために生きてんだろうとか思ってなんかってなっちゃう。めっちゃおもろい。もうみんな本当に初めてあんなに、うん、なんかお子ちゃまのように泣いた。うんうんうん。ゆも久しぶりにでも、うん、この間めっちゃ泣いた。お泣きした。確かにゆうさ、最近メンバーの前で泣かなくなったのにさ、また泣き始めちゃった。この間ね。しかも外で。人も見て中のど真ん中。田舎のど真ん中で。みたいな、めっちゃもう子供みたいな、なんかもうやだ、本当にみたいな、ドラマみたいな、ドラマだってドラマの主人公になってるって分かる、もう絶対自分主人公だったあの時、分かる、めっちゃ本当に分かる、もうそうやりたくなるよね、うん、でも本当にそれぐらい気持ちがもうなんかおかしくなってるの、うん、そうでもしないと正常でいられないという、うん、そう。ありますよね、本当に、うん、本当にいいのもあれ一生忘れない、田んぼのど真ん中で夜中にって本当にもう誰かに動画撮っててほしかった、もうすごかった、もうなんか一人すれ違ったの、うん、夜だったのに、だって多分ひながお化けかと思って、うん、でだってごめんなさい、本当ごめんなさい、でもこっちもあっちお化けだと思ったから、うんうんうん、本当にお互い怖かったと思う、あの田んぼのど真ん中、ごめんなさい、いると思わないし、まあね、そうだよ、しかもみんな一人でさ、田んぼの人、田んぼの人かもしれない、あ、確かに確かに、申し訳ありがとうございます、わかる、その、ね、わかるよね、こんばんは。なんかさ、一人でいる時間がさ、そうなんない、うん、メンバーといる時はさ、こう喋ってたりするからさ、気持ちが紛れるけどさ、うん、そう、嫌なこととかも、そう、一人でいる時にふと思い出して、すっごい考えちゃうんだよね、うん、なんか電話してるとかね、いいよね、分かんなくなっちゃうよね、分かんなくなっちゃうよ、私の卒業公演は開催されるのでしょうか、それだけが不安だね、不安で、じゃあ勝手に開催するかも、どこ、いいよ、呼んで、どこがいい、え、どこにしよう、決めてすごいビッグイベント、どこにしようかな、じゃあ田んぼの、田んぼにステージ、あ、いいよ、田んぼ、田んぼいいよ、うん、田んぼにしよう、じゃあ柴田にステージ持ってて、近所迷惑なんないし、じゃあ何の曲やるやっぱ飲んだっぽい、そうだね、じゃあ池の水、あ、いいよ、抜こうみたいな曲あるよね、野菜シスターズ、野菜シスターズ、あ、いいね、いいね、いいね、野菜トマト、衣装も私が作ってあげます、ありがとう、うん
駅から手作り。ありがとうございます。こんばんは。駅ありがとうございます。もう最近ほんまにっていうの口癖なんだけど。ほんまに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 や。アイドルってなんだあれ？来週ダンス部の会？今日何曜日？木。来週ってこと？来週だね。うわー、泣いちゃう。頑張りました。マジで見てください、私たちの。あのもう涙涙涙泣いてないんですけど。本当に思い出すだけで涙が出そう。もうあの音楽がかかると私たちは泣きます。てかあの音楽がまだまだ頭から離れない。大変だったね。もうどのロケよりも大変だった自信がある。いや絶対そうだと思うよ。もう本当に私は見てるでしかなかった見てでしかなかったけど大事に思います。ちょっと日本語ミスってて見てるでしかなかった。本当にそう思います。頑張ったね。頑張ったねえ、みんな偉い。本当にさ本当に大変だった。なんかさ表にさ表に出ない部分がでさ頑張りすぎたよね。うん、わかる。本当にわかる。放送は全然映ってない、されてない、うん、頑張ったね、本当に。よかった、頑張ったから多分頑張ったっていうのが分かってくれないのかもしれないけど、うん、死ぬかと思った。伝わらなかったら悲しいよね。ね、本当に頑張ったよね、マジで。うん、私ここ NGT 入って2番目ぐらいに辛かったかもしれない。でも結構ひどもガチ。一番が気になるわ。うん、いやいや同レベ。ほぼ同レベ。うわあ。しかもさ超長い企画だったじゃん。そう。最終的に半年ぐらいかけてやったもんね。ラボギフトありがとうございます。インストレスで最近体に異常がね。そう今さ思った今。え、なに？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 いなかったっけ？あれ？いや、いたよ。待ってね、考えてる。なんかその話して記憶もある。しゃぶしゃぶの時した。したした。しゃぶしゃぶ行った時したよ。うん、もう最近本当にストレスで朝起きるとめっちゃ一番その症状思い出した言わないでね。もちろんもちろん。たい焼きありがとうございます。まあね、いろいろありますね。みんな体に出てるよ、肌荒れとかさ。うん、うん、頭痛くなったりとかもそれで。たい焼きありがとうございます。あとありがとうございます。これマジ可愛いよね。わかる。なんかさ、みんなさ、嫌になるとさ、食べないじゃん。うん、食べない言う。私さ、食べちゃうんだよね。逆にね。うん。報酬ありがとうございます。めっちゃ太った。ありえない勢いで太った。いや、ありえない勢いで痩せてきてる。いや、マジで痩せてるね。みんなどっちなんだろう。ね、卒業発表前マジやばかった。マジで。言ってやれ。あ、言ったわ。うん。ありえない太り方した。でもさ、うん、ストレスとかのさ、痩せるとか太りとかってさ、すぐ戻るよね。一瞬だよね、わかる。うん、私ももうね、戻る戻る、すぐ2キロ戻った。本当ありがとうございます。まあこれは気にいいダイエットということで。でもな、そういうのってすぐ戻る、リバウンドしちゃうんだよ。でもさ、変なさ、痩せ方とかしちゃうじゃん。うん、あ、わかる。なんかさ、綺麗っていうかさ、もうガリみたいな。うん、わかる。あれがさ、やだね。ゴリじゃないでしょ。うん、よかった。あと何が、ね、ヤヒだよね、撮ろうとしたのこれ。私これやりたいんだけど、実は音源なかった。なかった。あったの。振り分かんないんだけど。
おったの？稲妻に。寝取ってから帰ろう。え、いいよ。え、マジで？うん、今振りにしてあげる。お願い。稲妻に打たれました、死にました。そしてお化けパーパー。パーパー。でで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 一撃必殺で止まった。じゃあ最初からいきます。せーの。稲妻に打たれました、死にました。なんだっけ？あ、こうか。ヘビハート。ウインク、これで。うん、色もウインク。あれ？どういうこと？なんで笑ってんの？おかしくない？スタバってくらい終わってるよね、絶対に。過ぎてんじゃん。帰らないといけないよ。完璧やない？完璧や。早すぎる。でも本番になるとさ、間違える。うぃぃぃやったなって。天才じゃない？天才。髪の毛取らなければよかった。え、取ったの？うん。でも多分大丈夫な気がする。めちゃめちゃだから。ありがとう。なんかバッハみたい。そう。え、あれやりたい。歌う暇があったら。あ、やっぱやっぱこれやんない。え、そうだよ。じゃあフリーでした。なんだっけ。誰もわかんない。てて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 。ね、こっちの方がむずい。ライブの受け受けて発明して。その発明王に俺はなる。 OK。 歌踊る暇があったら発明して、歌う暇があったら発明して、ライブの武器受けて発明して、その発明王に俺はなる。 OK。 OK じゃない、もう一回。こっちかな？どっちから？踊る歌踊る暇があったら発明して、歌う暇があったら発明して、ライブの浮きかけて発明して、そんな発明王に俺はなる。いけた。微妙。こっちだな。アイドルってすごいね。アイドルってすごいぜ。アイドルってすごい。すごいぜ。水曜日のカンパネラなの？うん、そうだよ。でも2代目でしょ。あ、そうなんだ。めっちゃ懐かしいって思った。めっちゃ頭に残るよね。キビキビタンだよ。鬼たい。夏鬼鬼たい。懐かしい。Mステ見てたそれ。わかんない。なんか YouTube 見て見てたかもしれない。でも見たかもしれない。Mステでなんだこれって思った。あと最近何流行ってるの？TikTok。だだだだだだが言っちゃいけないこと言っちゃう。ああ、ちょっと待って。言っちゃいけない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 。
なんか意外ちゃいけないこと言っちゃうけど、説教するときに。できない。これで裏側を撮ってんの。ダサい。私の下までを撮って。何が流行ってるんだろうと今。でもマジでこれ流行ってるよね。流行ってる。でもさすがにちょっと恥ずかしいよねこれやる。なんかダンスめっちゃできる人だったらさかっこいいけどさ、ちょっと。ユウは見てさ、かっこいいよ、うん、かっこよくはないけど。あと何がある？本当に面白い。なんだろうね。TikTok って早いよね、流行るの。早い。一瞬で終わっちゃう。なかなかこれ流行ってるね、なんか。あと、てて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 てみたいな。嘘。流行ってないよそれ。これ。あ、てて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 いや普通にみんなやってるよ。そう。みんなが最近やる。ユウが TikTok やり始めた時に流行ってた音源紹介して。懐かしい音源紹介しようじゃん。順番にユウから。いいな。それしか勝たん。できたけど。それだよな。何で走るよめ。ミクチャだね。TikTok はそれ。TikTok。ミクチャだよね。もう一度出せない。やっぱミクチャ。好きですけどたまんなくて。夏。夏だって言った。香り付きのリップも思い出の目に行くだけ遊べればいつも自分君のこと考えています振りはさすがに動いてないわ。会えない時間に負けない可愛くなるから見つけてねってそんなことあったっけ。これわかる。ゆう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 だねゆうりは。それは一緒に。あとそれあとチェイチェイもあー懐かしいあれはタンタンタンハリアンデンあーちょっとテテ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 で、みんな世代気がするよね。なんだろうなぁと。あと、おしゃれバージョン。夏マジで夏懐かしい。なんだろう。あと、ありがとうございます。でででで。でででで。パッパパチッチッって。わかる。わかる。割と最近じゃないと思う。でも最近これ時代これ分かる。バイン。デデデデミュージカリーだ。デデデデポッポッ。あ、分かった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 分かっで、これ、これ、こうやってやったりさあれ、何だったの。やばいよね、これ、マジで痛ったやつだ痛った痺れたあと、何だろう何だろうね、ポッキーの歌なかったっけ。あ、何だっけTikTok の懐かしいみたいな、なんか、なんだっけ、
忘れてやった、ね、幸せはいつも続かない、どこ探しても見つからない、ハンバーグ、えね、45分だよ、やばいやばい、帰れない帰れない、さよなら早い、ランキング、ランキングを見たいと思います。じゃあ TikTok の配信でちょっと、わかる、置いてきぼり、ごめんなさい、置いてきぼりで、ランキングを見たいと思います。13位、おずちゃんさん、13位、あ、間違えた、りえこさん、てってれいさん、ありがとうございます。12位、なべとしさん、パックさん、つるさん、ありがとうございます。11位、たけどさん、みえるさん、うっちーさん、ありがとうございます。10位、えるとさん、あきらちゃんさん、ありがとうございます。10位、10位、やっきーさん、ありがとうございます。ゆかいでさん、ゆうあったまくちめいくぼ、きょう誕生日ですさん、なしおさん、ありがとうございます。ありがとうございます。8位、えすけーさん、りさこさん、まーくんさん、ありがとうございます。7位、たつやさん、たつやさん、ゆまさん、ありがとうございます。6位、あきらさん、たむちゃんさん、たつやさん、ありがとうございます。5位、しょうたろうさん、新潟県のデルさん、ちょびさん、ありがとうございます。4位、ちょうさん、あべべチームエクボ、え、沼に沈んで溺れてるしさん、なかさん、ありがとうございます。3位、焼肉大好きさん、りゅうさん、レイトさん、ありがとうございます。2位、サボテンさん、まささとアットマークチームエクボ天才ですさん、ゆずきちさん、ありがとうございます。1位、まささん、しじゅうからさん、けいわんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。みなさん、かわいい人、ありがとう、おやすみなさーい、おやすみなさい、ありがとうございました。